投手との出会い。ある日、給料が振り込まれる。銀行から電話があった。銀行に来てほしい。はい、わかりました、行きます。銀行に着くと、にこやかな表情でエネルギッシュな感じの男性から話を持ちかけられた。投資をしてみませんか？投資？いや、怖い。ギャンブルやん。お金増えるかもしれないけど、減るかもしれないやつやん。そんなんするわけないやん。当時は、個別株も、投資信託も、すべてがわからない状態だった。銀行員からは、この銘柄なんてどうですか？と、勧められたけれど、何が何だかわからない。実は当時の自分でも、ただ貯金しているだけでは、ダメだとは思っていた。いい機会なので、イデコって何なんですかと、ちょくちょく耳にはするようになった。イデコについて聞いてみた。イデコってやった方がいいのか？そもそもイデコって何なんだろう？銀行でも取り扱っているようだし、投資よりもイデコっていうやつの方が、やった方がいいのでは、とイデコについても全く知識がない自分。ああ、イデコですか？銀行員は、そっけなく、返事をし、イデコの詳細は、語らなかった。イデコについて、知ることはできなかった。銀行員からは、投資信託で、利益は少ないけど、損失も少ないという、リスクがない銘柄を、案内された。ちょっと、その気になってきたかも。これなら、してもいいかな。でも、始める前に、自分で調べてみよう。その場では、何も契約はせずに、自宅に帰り、勧められた銘柄を、検索してみた。確かに良さそうではある。しかし、損失は少ないけど、利益も少ない。その少ない利益が、銀行の手数料で、さらに少なくなる。ネットの評判では、やる意味がないと、酷評している人もいた。やはり、投資をするには、まだ知識が足りない。こうして、投資というものに、人生で初めて、触れたが、触れただけで、終わり、数年の月日が経つのであった。投資への興味を、眠らせながら、数年後、YouTube を、見ていた。投資の YouTube ではなく、その頃は、おしゃれな服装など、ファッション関係を、中心に、見ていた。綺麗めコーデ、セットアップ、とか、それまで知らなかった、ファッションの知識を、学んでいた。そういう、ファッション関係を、見ていると、だんだんと、いらない服を捨てるとか、ミニマリストが、おすすめに出てくるようになった。そしてミニマリストを見ていると生活改善とかの内容を話す YouTube がおすすめされるようになった。生活改善から資産運用の YouTube も出てくるようになり、積立NISAやイデコの YouTube が出てくるようになった。ここで過去に押し込めていたイデコへの興味が復活した。イデコについて説明をしている動画を見て、イデコもNISAにも興味が湧いた。なるほど、イデコも投資は結局するんだ。イデコという制度で投資をするってことなんだ。自分で銘柄を選んでするんだ。楽天証券とかネットでイデコってできるんだ。ネットでできるなんて気楽でいいやん。以前はネット銀行とかネットの中でお金を扱うのは信用ができず不安だったけど、そこはもう克服していて、ネット銀行だろうがネット証券だろうが使うのにためらいはない。イデコとNISAどちらを始めた方がいいのだろう。イデコの方が節税ができるからお得かな。イデコの方が
堅実な気がする。でもニーサの方が縛りが少なくて気楽さがある。迷うな。いっそ両方やってしまおうか。えへい、やったれやったれ。生活がきつくなったら積み立て額を少なくするとか、後でどうにかすればいいや。そんなわけで両方を始めた。始めてみて思ったのは、最初に設定さえしてしまえばもうあとはやることがない。こっから最低20年はこのまま積み立てるのみ。ただここに来て来年1月から新NISAが始まる。今NISA口座を持ってる人は自動で新NISAの口座が作られるって言うけど、積み立て額の変更や成長投資枠の設定とかやることがありそうだ。どんな風に設定するんだろう。やることができて気持ちが高まってるぜ。